こんばんは。こんばんは。お疲れ、ありがとうございます。コンペイトーもありがとうございます。こんばんは、中村舞です。こんばんは、お疲れ様。皆さんこんばんは。やっほー、中村舞です。こんな感じです。今日の私はちょっとボサボサです。お疲れ、ありがとうございます。やっほー、マラハット、ありがとうございます。そう、前髪がちょっと伸びちゃってこんな感じです。バラハートありがとうございます。ハートありがとう。こけしが恋しいね。そうなんですよ、唇、そう、最近は唇をツヤツヤに心がけてます。どうですか。次の日曜日は直接お話し会よね。待って、今日何曜日ですか。今日月曜日。今日日曜日やっけ。やばい。サンデーサザエさん、え、そうなん、今日日曜日なんか。昨日土曜日だったっけ。そっか、もう曜日感覚が全くなくてですね。11日に初めてパフォーマンス見れる。舞浜楽しみにしとるね。嬉しい。そうなんですよ、週末はフェスがあって11日と12日にあって、舞浜とあと渋谷であるんですけど、ツイートしてるやん。いや、なんかね、もうね、時の流れがわからんすぎてさ、あれ、それ今日ツイートしたっけみたいな、あれ土曜日って あれみたいな。あれ、いつツイートしたっけみたいな気持ちになる。うん、ちょっとね、わかんなくなります。はい、週末、次、来週末、今週末になるのかはフェスです。久しぶりかも。なんかステージが今3月やな、2月がほとんどなくて、2月がね、公演が1公演あったのみなんですよ。で、めっちゃ久しぶりのステージって感じです。そう、四国公演が1回だけあっただけで、あ、名古屋のコンサートは確かにツアーがあったわ、2月の15。はっ。なんか やばい、なんかいろんなことがありすぎて覚えてなくて。そうや、2月15 13 か、あれ。どっちやっけ、13か、
あ、違うわ、15やわ。四国公演は、まあ、日野さんの生誕祭に出ましたね。2月の前半、うん、いや本当になんか全く覚えてなくて最近で、なんか今日もなんかお姉ちゃんと話してて、お姉ちゃんがなんかさっき話してたんですよ。さっき夜ご飯一緒に食べながら話してて、もうお姉ちゃんがなんかあ、舞がこう酔ったやつああだったねみたいな言ってきて、でえ何それみたいな、私がえ何それって言って全然なんかそんな話したっけみたいな、たらえしたじゃんみたいな、昨日したよみたいな、でえ本当に昨日したみたいな、その話になって、なんか昨日話したことすら覚えてなくて、え本当にそれ私としたみたいな、それ私と話したみたいな、絶対舞と話したよみたいな、この話題についてみたいな、ではぁ、みたいなえ絶対嘘だみたいな、そう言い合いになって、そうなんかもう次から次へと忘れていく、時空がずれてるわけじゃないです。昨日のことでも私も昨日のこと思い出せんわ。昨日あ何してたんだっけちょっとあのスケジュール帳とか見たら思い出せます。絶対前だよ、絶対前らしい、うん、忘れ、めっちゃ忘れる。大変です。晩ご飯は、晩ご飯覚えてませんよ。あ、今日は覚えてるよ、たらこパスタ食べた。だってさ、毎日30個食べるんだよ、寝たらリセットされるもんき昨日かハンバーガー食べたの、なんかずいぶん前のことのように感じるわそうだ、みんなの方が覚えてる。なんかあれは昨日のことだったのかーみたいな、カロリーもリセットされますよ、ゼロカロリー大丈夫。本当ありがとうございます。でもなんかステージが本当に少なかった分、なんかそのレッスンがそのもう本当にあんまできてなかったんですよ。なんでまあもうすぐ奈々さんのラストコンサートが近づいてるんですけど、それに向けてのレッスンがどんどんあるのでちょっと頑張らないと。なんで全然できてなかった。合わないメンバー、合わないメンバーじゃないんですけど、
なんか今日久しぶりにまひなさんに会って、なんか久しぶりって言われて、なんか久しぶりじゃないって言われて、確かにまひなさんといつから会ってなかったんだと思って、めっちゃなんか確かに今日久しぶりに会ったメンバーいっぱいいましたね。ありがとうございます。どんぐらい合わないだろう、わかんないけど、めっちゃ合わなかった。そう、暖かくなり始めた最近。なんか痩せた？なんかあれです。撮影が多かった日に、もうなんか何連続か毎日撮影の時があって、その時に次の日がむくみたくないっていう理由で、ご飯をちょっとずつ減らして、塩分も減らしてヘルシーなものしか食べてなかったら。ちょっと痩せたけど、でも終わってからもうあのラーメンも食べたし、もうめっちゃ食べたんで戻りましたよ。ちょっとプラマイゼロ。食べてる、本当に。ありがとうございます。1グラムでもなくなっちゃうのやだ。1トンぐらい目指そうかな。象になる。なんだっけこれ、ひしもちありがとうございます。象を目指す。そろそろホワイトデー。ホワイトデーは皆さん何をくれますか。私に何かくれますか。キュルンキュルン。何もらったっけ。いっぱいの愛をあげました。ありがとうございます。圧しか覚えてない。よく覚えてますね。そう、私は圧、そういっぱいかけました、皆さんに。バレンタインデーの日に。何ですか、チョコタルト作りながら。クッキーを、そう、これは覚えてるわ。初見さんありがとうございます。なんかね、私太田優里さんがすごく好きなんですけど、
バレンタインデーの日に何も考えずに生チョコタルトを作ったんですよ。そしたらそのバレンタインデーの日じゃないか、バレンタインの前日に作ったんですよ。そしたら次の日に太田優里さんがツイッターに誰か生チョコタルトを作ってくれませんかみたいな感じで書いてたんですよ。運命、これは運命ちょっと運命感じました。あの全然本当に偶然の偶然が重なって、一心伝心知ってて作ってた。え、知らなかったです。だから私ツイッター見てはえーと思って、運命感じて、そう勝手にね、勝手に感じました。嬉しかった。そうでも私はその太田優里さんとそんな連絡取ってるとかそんなんじゃなくて、本当にこの遠いところから密かに陰から眺めてるだけなので全然そんな、なんですか、本当にもう太田優里さんのファンなので。そうなの、だからこの偶然が重なった時に相当喜んだ。メール取ってるやん、メールは取ってるよ、そりゃそうだ、そりゃそうだ、相手に伝わらなくてもいいのか、うん、愛とは返事を求めない声さ、一方的に送るもの、私は一方的に送ってます。ありがとうございます。君のことが好きだから、君のことが好きだから、返信も基本しないですね。たまーにメールに、本当にもうたまーにするときあるけど、基本はなんか、あ、メール届いた、グヘヘヘヘヘって見てます。グハグハグハグヘグヘグヘハハハハ。可愛いな可愛いな、頑張ってるな、尊い尊い尊い、あー、うーん、チュキチュキチュキ。って感じ。一緒なの？あ、そうなの？本当にありがとうございます。主語？一緒？我々の一緒？一緒なの？惚れてるの？うん、そう、大好き、うん、タタ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 大好き、恥ずかしい、シンプシー、同じ匂い、なんか届くと嬉しい。でもね、私の場合なんかメールボックスに届いた時になんかすぐに見たいんだけど、でもゆっくり見たいんだよ。だから、あ、ちょっと今じゃなくて、あの、いろいろ終わってからゆっくりご褒美に見ようみたいな感じで、あの、割となんか読むのがもったいなくて、なんかね、そう、なんか休憩のもう時間があるときにゆっくり見ようみたいな、結構読むタイミングも考える。わかる？でも我慢できずに読んじゃうときある。
来た瞬間にパッハ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 ッわー、わー読んじゃった読んじゃったちょっとピンク私のほっぺチーク塗りすぎたんじゃない確かに結構ピンクだねかわいいピンク照れちゃう照れちゃうプルプル、そうなんですよ。みんなも唇プルプル部に入部してください。唇プルプル部。チュ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 。お酒に酔ってるみたい。残念だな。酔っているのは君のせいだよ。これは唇プルプル部の何ですか、練習方法です。アルコール？私アルコール？そうだよ 99% パパキューにレスしたの？いやパパキューになんか LINE の終わりが分かんないって言ったら誰かが昨日コメント欄で終わりって打つといいよって言ったから私も終わりって言ったんですよ。そしたら何も返ってこなくなりましたでも終わりっていう言葉、いやうちのお父さんがショールーム見てたからなのかもしれないんですけど、終わりっていい言葉と思いました。分かりづらいじゃないですか、終わるの。終わったんかな、返した方がいいんかなみたいになるじゃん。だから終わり、なんとかだ、終わりみんなも終わりって使ったらもう強制終了してしまうので気をつけてくださいありがとうございます。終わり、おひぃ、チチピュー見てますかね、どうでしょう。あと5分、そうなの。お茶、うん、これはサイダーなんだっけな、三ツ矢サイダーのなんかもっとなんか水色みたいなやつ説明めっちゃ下手。冬でも冷たいの飲むんですけど、まあ冬じゃないかもしれんけど、でもなんかこの間テレビで北海道の人も冷たいの飲むって言ってた。冬でも北海道くらい寒くても冷たいの飲むって言ってた。本当なのかな。あと北海道のに住まれてる方は、なんか冷やしたいものとか庭の氷に埋めるみたいな、庭の雪に埋めるみたいなのやってた。本当なのかな。
天然冷蔵庫。冷蔵ありがとうございます。地下が暖かい、え、らしいね。そうそう、地下が暖かいで、地下が暖かいってテレビで言ってて、でなんか姉に地下行ったんみたいな、北海道で地下行ったんらしいよ、地下行ったんって言われたけ考えてたんですけど、私地下に行ったのかどうか分からなくて地下行ったんかな。札幌駅行ったんですよ。札幌駅に地下行ったのかな。そう、あったかいらしい。何分？あと2分半らしい。ちょっとじゃあ男女呼ぼですね、いも太郎さん、くまねパパさん、りょんきゅうさん、あずゆいさん、水軍スピリットさん、けんじさん、しんじさん、まゆたみさん、とうけん太郎くんさん、あーりーさん、ジュノラニカベグレさん、パオさん、ココさん、ありがとうございます。コメント読もう。グンナイ、グンナイおやすみ、ありがとうございました。今日も楽しい時間ありがとう。また明日、お疲れ様、配信ありがとう。読まないで、読んでやった。夢で会いましょう。頑張るエールください。頑張れー、頑張れあ、そうそうそう、寝落ちしないように、いや本当に気をつけます。プルプル可愛い、ありがとう、嬉しい。今日もあなたから、あなたも唇プルプル部おやすみなさい。あと何秒あるんだろう。またねー、キュンキュン。忘れられないようにしよう。忘れないよ、忘れないよ。やばい、なんか歌に全部乗せちゃうまた明日頑張りましょう。明日も、明日じゃあ月曜日じゃないですか。月曜日頑張りましょう。たこ焼き、